悲しみだけが夢を見るは、1988年6月6日から7月1日まで、NHK 銀河テレビ小説で放送された、テレビドラマ作品。平日22時20分22時40分に、放送、全20回、市川新一作、富田康子主演。兵庫県宝塚市を舞台とし、ほとんどロケで撮影されている。中村信子と、 門谷ともみは幼馴染みで、共に宝塚音楽学校を受験する。紳士は合格するがともみは落ちてしまう。ともみの母照子は元宝塚スターで、今では老舗旅館のおかみである。失意のともみは東京へ家出し、ストリッパーをしているが、縦板の桜木吉勝に連れ戻される。ところが、東京でともみに一目惚れしていた池上博がともみを追って、 宝塚へやってくる。ともみは、ゆかつを好きになり始めているが、ゆかつは、実は脱獄犯であった。しかも、紳士の兄、鉄は、ゆかつが脱獄した、長崎の県警に勤務しており、ともみに結婚を申し込むため、宝塚に戻ってくる。この撮影直後、宝塚駅と駅前の蓬来橋が改築されており、かつての姿を忍ぶ様子がとなる。オープニングでは、 宝塚市を上空から撮影している。また、淡島近江の宝ジェンヌ時代の写真は実物を使用している。有森成美はバレエ歴22年の実績を披露している。当時無名の国村俊が早くで出演している。ありがとうございます。